では時間になりましたので、ビルドの、テーブルトークですね、始めたいと思います。皆さんよろしくお願いします。本日もうご覧になっている皆さんご参加ありがとうございます。セッションの前にちょっと本ビルドのセッションの共通のご連絡事項があるのでちょっとお話ししたいと思います。本セッションレコーディングされておりますので、チャット等で表示されるお名前に録画されることをご了承の上ご参加いただくとよろしいかなと思います。でチャットの方でご質問とかご意見とか伺ってますので、マイクやカメラは配信側でオフにしてますけれども、そちらの方で質問など言って、していただければと思います。本日はウェブアセンブリをテーマにですね、4つの視点について、お二人からお話を進めていきたいと思います。1つ目はウェブアセンブリアーキテクチャで一般的なウェブアセンブリのお話をして、で、2つ目で、ブレザーの方のウェブアセンブリアーキテクチャ、これはマイクロソフトの取り組みですね。で、これとあと開発者側の、アプローチなんかをちょっと聞いてみたいなというふうに思っています。で3つ目でシングルスレッドとC のファンクションコール、こちらの方はちょっと開発の方の注意点あるんじゃないかなと思いまして、そちらの方もお聞きしたいかなというふうに思っています。で最後にですね、エコシステムとしてアイデアなんかがあればお二人からお話をお伺いできればなというふうな感じですね。メニューというのはこんな感じになっております。今日の、トピックの概要ですね。ウェブアセンブリのアーキテクチャっていうのでは、一般的な広がりを見せてるんですけれども、ウェブアセンブリっていうのですね。で、これのコンパイラーの仕組みがですね、やっぱりその、この仕組みで、マルチ言語で開発でできるようになっておりまして、で、さらにマルチ環境の実行可能なアプリケーションを作れると。こういうような視点からの、ファーストインプレッションを、お伺いします。で2番目のですね、ブレザーアセンブリのアーキテクチャでは、マイクロソフトの取り組みとしては、例えば .NET の機能が、例えば C シャープ、ロズリン、モノ LLVM とか、あと EM スクリプトですね、こちらのコンパイルパイプラインによって多くのユーザー体験を提供しているんですけれども、これは、いわばマイクロソフトが Web アセンブリというアーキテクチャを提供する側からのアプローチなんですね。で、ここでは、開発者側のアプローチとして、開発の進め方とかね、開発の時の苦労話なんかがあったらお聞きしたいなというふうに思っています。それから3番目のシングルスレッドとシングファンクションコールではですね、基本的に非同期の制御っていうのは JavaScript 側でやりますので、アプリケーションがその C ファンクションをコールするときの開発者の視点とか注意点なんかがあればということですね。もちろん一般論としての開発という視点という、視点っていうのとですね、ウェブアセンブリ特有の開発の視点があるかと思うので、その辺のところを豊富な開発経験から得られた知見とかがお伺いできればな。で、最後にエコシステムの方ではですね、ご自分のアプリケーションやソリューションの開発言語とは異なる言語のライブラリを利用できたり、またその他の言語の環境へのコントリビューターなんかもできるんですね。そういう意味ではエコシステムの、活用というんですかね、ご自分が活躍する、それのヒントになるようなお話が聞けたらなというふうに思っています。で、本日 のお 話をする自己紹介をさせていただきたいんですが、私は司会を今やっております、高尾というものです。デベロッパーテクノロジーズの MVP でですね、一応12回目、2010年からこの活動をやっております。から、次に、小島さんのスライドがあるので、小島さんの方からじゃあご自己紹介をお願いできますか。はい、私も同じくデベロップメントの方の、MVP で、今、福井県に住んでいまして、今、福井県から、お話ししております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは高萩さん、よろしくお願いします。はい、私も MVP、デベロップメントの MVP をやってます。今年で16年目になるのかな。2005年からやっています。17年目ですかね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
ではまず一番最初に WebAssembly のアーキテクチャのお話からお伺いできればなというふうに思っています。まあ、ここから5分ぐらいで、この辺のお話を進めていきたいんですけども、まあ、基本的には W3C のコミュニティグループっていうのと、ワーキンググループは、まあ、両方でですね、標準策定推進している WebAssembly なんですけれども、各言語がフロントエンドのコンパイラーで中間コードを生成して、で、ローレベルのバーチャルマシンですね、LLVM っていうやつで、に、命令する仕組みっていうのは、もう、この仕組みによってかなり多くの言語が WebAssembly に対応するようになった要因であるというふうに私は考えているんですね。まず WebAssembly の外観について、感想、お二人の感想ですね、ファーストインプレッションとか、まあ、そんな感じのことをお伺いできればなというふうに思います。まず最初、高木さんどうですかね、どんな感じでした、一番最初にWebAssembly を聞いたとき。一番最初に聞いたときは、WAssemという言葉がまず入ってきて、ダブルは何だろうっていうのと、アセンブラ、今時アセンブラかなんていうのが、本当に一番最初に言葉を見た時のインプレッションですね。で、まあ、実際に蓋開けてみたら、仮想マシンみたいな仕組みがあって、そこでコンパイルして、で、ブラウザ上で動くと。で、ブラウザ上で動くって言っても、実際には LLVM を使っているので、実行時アセンブル、実行時のコンパイルですよね、ジャストインタイムでもう一回コンパイルして、実行環境で動くっていう格好なので、あ、なるほど、こういう仕組み使ってんだな、本当に今時の環境なんだって思いながら、で、まあ、最初に入ってきたときには C++ だったので、C++ でブラウザーのフロントエンドが書けるっていうのが、やっぱこう、時代は変わったなっていうのが一番率直な感想ですね。ああ、なるほど。小島さん、どうですかね。私はですね、asm.js で最初、戦車の動くウェブゲームのデモを見たのが最初だって、ああ、なるほど、JavaScript よりも何十倍も早いっていうから面白いなと思ってたんですけど、その後、なんかいろいろと話を聞いてみるとですね、これ、WASM に変換して、で、バーチャルマシン上で動くって聞いたので、これってなんだろうと思って、Java の再発明かって一時思ったんですよ。Java もう一回作ろうとしたのかなと思って。で、その後、Blazor が次の印象で、Blazor がそれ使ってるって聞いたときに、Blazor って何？シルバーライトの再発明っていうのが私の印象だったんですけど、まあ、それからいろいろ勉強して、非常に興味深いなっていうのが今の印象です。そうですね。一応今そのお話にあったように、やっぱりもともとロズリンなんかはC シャープで勉強されてる方は、ね、中間言語出てきて、WPF の時なんかは中間言語を見れましたよね。ソースコード自体が要はビジュアルスタジオで見れたんで、あんなコードを出してるのかみたいな話があって、で、まあ、MVP の岩永さんなんかもその辺の話結構してましたんで、まあ、結構前の、段階では、まあ、そういうようなものなのかなって、中間言語を作って、で実行するっていうの仕組みっていうのが普通なのかなっていうふうには思ったんですけど、これが一般的に今度、他の言語に対しての、まあ、ここにちょっと、まあ、スライドには、まあ、細かい字なんで、いちいち読みませんけれども、例えばその、まあ、C シャープから始まって、CUDA だとか、フォースだとかね、まあ、G だとか、Java。まあ、バイトコードとか、まあ、コトリンだとか、まあ、何でも動きますよね、みたいな。何でも動くというか、何にでも書けると。で、まあ、中間言語作って、で、ローレベルのマシンで、バーチャルマシンで、実行するというような形なので、結構、まあまあ、面白い仕組みなのかな、っていうふうには、私も感じたところではありますね。ちょっと不思議な感じはあったんですけど、はい。で、ここからちょっとブレーザーの、まあ、そのウェブアセンブルの、そのまあ今度、マイクロソフト側の方の取り組みですね、この辺のところのお話をちょっと聞いていきたいと思います。まあ、ここから5分くらいでまたお話しするんですけど、まあ、マイクロソフトがオープンソースとして公開しているロズリのコントリビューターの人たちがね、結局、コンパイルパイプラインの中に EM スクリプトを組み込んだことで、ウェブアセンブルにアプローチしたと。まあ、その結果、ブレザー、ウェブアセンブルっていうのがまあできてくるんですけれども。でこの、パイプラインというのはドットネットフラークの豊富な機能を JavaScript 側に公開するためのグルコードというのを出すので、まあ、そっくりそのままドットネットフレームワークの機能がそのままローカルでも使えるというようなイメージですよね。まあ、そうすると
その他にも、今度システムインターフェースみたいなものも標準化っていうか進みましたから、まあ、P インボーク、昔で言うところの P インボークですね。あのシルバーライトが P インボークできるようになった時はちょっと驚いたんですけれども、まあ、そういうようなことも、を統合したようなアプリケーションを作れるというような、ものですと。で、これまでっていうのは、PWA とか、エレクトロンとかで、まあ、エレクトロンブレーザーですね。まあ、こんなような形の、稼働環境を広げるようなアプローチっていうのもがあったんですけど、ここ最近なんか私の、まあ、感覚なんですけど、Azure Functions のコアツールのような、もうウェブ、もう Linux で、環境で動くような、プログラムを作る、いかに早く作るか、いかに簡単に作れるかってことに、マイクロソフトさんは結構力を入れてきているのかなっていうようなイメージがあるんですね。で、まあ、そういう意味で、私はそういうふうな意味で、ちょっと仕事でアプローチしてるんですけど、お二人はこの開発者として、ブレーザーアセンブリ、ブレーザーウェブアセンブリのアーキテクチャをどのように、意識して、お使いになってるのかなというのを聞きたいと思います。今度は小島さんの方からお話伺いますか。はい、ですね、ブレーザーは今のところはそのお任せというか、ブレーザーのアーキテクチャに頼って、でまずは、ドットネットがブラウザ上で動きますよというところで今は使っているんですけども、将来的にはですね、もうちょっと深く理解した上で、今、例えばですね、Python を、Python を WebAssembly で、ブラウザ上で動かすとかですね、あるいは他の言語を動かすとかいうのがあってですね、それで、同じように、今まで C シャープで、クライアントコード書いてたのを、まあ、Python も書けるっていうのが出てきたんですね。だから興味深いところで言うと、さまざまなそのウェブアセンブリー上で動くインタープリターなり、まあコンパイラーでもいいんですけど、JIT コンパイラーでもいいんですけど、そういうものをどんどんこうブラウザ上に、あるいはブラウザでなくてもいいんですけど、この後は説明がありますかね、ウェブアセンブリーが動く別の環境でもいいんですけども、そういうインフラストラクチャーがあれば。それでもいいと思います。そういうところで、いろんなものが動くようになると、もっと多分使い勝手が良くなって、ブレーザーも、だから C シャープだけじゃなくて、いろんなものが動くと面白いのかなっていうふうに期待しています。そうですね。高木さん、どうですか？今の時点では、ブレーザーはどちらかっていうと、今までポストバックしてサーバーでやってたいろいろなプログラムとして、コンピュートするっていう部分のをわざわざサーバーに持ってって仕事してもらってではなくって、ああ、フロントエンドのクライアント側で、しかもインプロセスで全部一緒くたにやってしまうっていうところに大きなメリットがあるんだろうなっていうふうには感じてるんですね。で、細かなところで結局 UI をごしょごしょやろうと思うと、やっぱりまだ JavaScript 頼らなきゃダメだしっていうふうになってしまうので、もうやっぱりもう、どちらかっていうと、バックグラウンドに近い部分を、一番近いフロントエンド側にエンドポイントを置いてるっていう形で見てますね。だから逆にイニシャルコストが高いんですよね。システムコンポーネントごとゴンと落としてくるので、ドットネットコア系のシングルバイナリーができたじゃないですか。あれが初っ端で落としてくると50メガとか落としてくるんですけど、まあ、あの世界がどうしても1回目は発生してしまうので、そこの部分がやっぱちょっときついよなっていう、何もない環境に対しては。ただまあ、それも、ものなんかもそうですし、ザマリンなんかも実際にはそうなってるので、それ考えると、そんなに言うほどデメリットっていうほどでもないので。まあ、確かに確かに。さすがに今時細い56キロの回線とかっていう人はあんまりいないんで。そうですね。この辺からはそういう意味で言うと、例えばそのドムの、まあ、ブラウザ上で動かしたドムの操作なんていうのは、それこそ JavaScript だの、ね、JQuery なんかが得意なんで、まあ、そちらの方に任せると、まあ、どっちにしろ
基本的にはですよ、基本的には、Web アセンブリって結局その、外部とのお話をすることがもう大前提になるような気がしていてしょうがないですね。まあ、今は、まあそのまあ、DOM というあの、まあ、シャドウドームかもしれないですけども、それと の, あの会話をするため の, あのインターオペラビリティをやってるんですけども、そういう意味で言うと、あるスレッドの中から、その例えば、まあウェブアセンブリはシングルスレッドですから、どっちにしてもね、そこからあのファンクションコールをするときって、まあ、昔でいうとこのコムインターオペラビリティみたいなやつですね、ああいうやつっていうのの注意点っていうのは、これ、私ね、結構あの C シャープ側で一生懸命やってたときって、すごい引っかかったんですよ。まあ、その辺のところの注意点だとか、まあお二人は結構あの C だとかね、そっちのもうちょっと他の言語なんかにも詳しいので、そういうようなことをあの聞ければなと思うので、実際にはあのそのシングルスレッドでいて、かつサンドボックスだからセーフティ、まあ、セキュアに、そういうセキュアにシステムのリソースを使えるという利点は確かにあります。まあ、それはそれでいいんですけれども、まあ、だからこそ、その例えばあのポインターセーフなんかの話でいうところのなんかスタティックシングルアサインメントフォームみたいなやつね、まあ、性的単一導入みたいなのも、こういうものとかも結局あのラストなんかはあの、まあ、別にミューテックスなんかも使ってるんでね、あの全然、セーフティーにはできるとは言いながらも自由度はそんなにないわけではないんですけれども、あのそういうような今までの C シャープの人たちが、まあ私も含めてね、やってきた人たちに対する注意点みたいなものがあると、いいかなと思って、ちょっとお話をお伺いできればなというふうに思ってます。高萩さんどうですか、この辺 のところは。一番大きいのは、UI スレッドが、意識してる人は分かってると思うんですけど、ブラウザーの本当のフロントエンド UI スレッドと JavaScript の動いてるスレッドって別スレッドなんですよ。はいはいはい、で、JavaScript は JavaScript が独自の UI スレッドを持ってて、はい、で、その部分と、で、いわゆる STA を作り上げてるんですね。JavaScript の世界の STA がある。で、それとは完全分離の形で本物のブラウザーのフロント UI があるっていうのがあって、その裏側にいる UI スレッドの中に、今度はWeb アセンブリーのためのサンドボックスがいる。でそこはスレッドを分けずに、同じスレッド、JavaScript スレッド内にサンドボックス作ってるんですよね。でその辺が他のコンテナ系のアーキテクチャとはちょっと違って。なるほど。だからこそインプロセスで全部動く分、本気でやろうと思うと、もしかしたらハッキングできるのかもしれないですけど、まあ、今のところ LLVM 使うので、ハッキングも難しい。はいはいはい、から割と安全に使える。でも JavaScript の US レッドが切り離されたのも10年以上前の話なので、ああなるほど。そうですね。それこそ Chrome が台頭し始めた頃だからもう20年近く前か。なので、JavaScript の危険性とかが散々言われて、それで乗っ取られてどうのこうのとかっていうのがあって、きれいに分離してるんですよね。はい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 。なのでもうその頃からずっと変わってる世界なので、多分今時 JavaScript でいろんなことをやってる人たちっていうのはそういうの意識するしないにかかわらず別物っていうのは分かってるとは思うんですけど、まあ、そんなのがあるんで比較的分かりやすい、変なところに引っ張られないっていうのがあるので、ああなるほどね、うん、あまりスレッドを意識してやるっていうのは多くはないのかなっていう気はするんですけど、やっぱり重い仕事させようと思うとどうしたって CPU パワー使ってしまうので、はい、そこの部分では分離できなきゃいけないんで、はい、C シャープの場合は Async とかを使うっていうのがあるんで、まあ、その辺でうまく切り離していけるのかなっていう気はしますね。小島さんどうですか、隠蔽されてるんでね、そういう意味では、はい、スレッドが、はい、私の方はやっぱりそのスレッドセーフっていうことを意識しないといけないプログラミングスタイルっていうのをなるべくやめて、スレッドセーフ、スレッドセーフでじゃあメモリをとかここのメモリロックしなきゃとか意識考えてると、それはもちろん保守性も落ちますし、それからロックしちゃうとパフォーマンスが台無しになっちゃうので、はいはい、基本的には、スレッドセーフをいちいち意識しなくて、
いいような書き方をやっぱり目指すのがいいのかなと思います。あ、なるほど。それで言うとやっぱりまず、ステートをどっかに持ってそれを別に参照するようなことをしないとかで、ね、まあ、なるべくステートレスなメソッドを書いて、で、ウェブアセンブリーの方はとにかくステートレスに作って、で、そのウェブアセンブリーのやつを UI 側から、JavaScript 側から呼び出すとか、あるいは、まあ、なるべくミュータブルじゃなく、イミュータブルに作って、要は変数がなるべく状態を持たないようにするっていうのも、やっぱり一つの、ステートレスにするコツかなと思いますね。関数型プログラミングの応用みたいな感じで C シャープも書けますし、JavaScript も書けますので、はいはいはい、スタイル、要はプログラミングスタイルですね。なるほど、ちょっと、そういうふうにしていった方がいいのかなっていう気はしています。そう言われると確かに、状態を持たないっていうのが、今時はもう何でもそういう格好で書くようにしてますよね。そうですね。状態は全部引数でもらう。で引き裂いてもらって、ずっとローカルに状態はあるけれど、うん、自分のメソッドが抜けるときには、その状態ごとパージしてしまう。はいはい、はい。そうです。で、外側は、その渡した状態のデータはもう渡しちゃったので、以後使えない。で、帰ってきて、初めてまた新しい状態が来る、はい、うん。で、変えてもらう、変えるんじゃなくて、新たなデータで返してもらう。またいろんなことをやるっていう格好で考えた方が、多分すっきりするし、引きずらないっていうのはあるかなと思います、ね、うん、スレッドが増えても多分大丈夫な気が、まあ、WASM 自体はまあシングルスレッドってことですけども、だから、はい、まあ、JavaScript 側の問題だと思いますけど。そうですね、そっち側で、うん、っていうことですね、なるほど。じゃあ、うん、からですね、ちょっとエコシステムの方にお話をちょっと移していきたいと思うんですけど、まあ、リンクラークって方、ね、まあ、今、ファストリーにいる方なんですけども、まあ、これはこの方がモジュラ時代に、まあ、バイトコードアライアンスっていう、まあ、セキュアなウェブアセンブリーのエコシステムを形成することを目的としたそういうのを作ったんですね、そのアライアンスを。で、まあ、それっていうのは基本的にはその最初はモジュラとファストリーとインテルとレッドハットから始まってるんですけど、これ今もう現在マイクロソフトを始めて、グーグル、アマゾン、それからアームやシーメンスなんかも入って、まあ、かなり多くの企業が賛同しているアライアンスがあるんですね。まあ、こういう意味で言うと、まあ、これからどんどんエコシステムというのは広がっていくのかななんていうふうな形の印象を私は持ってますと。で、それからどちらかというとその、Azure Function だとか Dapper って、まあ、要はDistributed Application Runtime ですね、こちらの方の未経験の方でも、結局その WebAssembly なんかを使うとね、結局他の言語だとか他の環境に対する視野が広がっていって活躍の場も、まあ、さらに、そのエコシステムとして利用できる、他の機能ですね、まあ、ここに画面出てるのは Google の AI がやってるようなメディアパイプっていうライブラリがあるんですけど、まあ、これってウェブアセンブリ化して他の言語から利用するみたいなことっていうのは実際にもうサンプルコードとしてあるんですね。ではそんなような意味から、そのエコシステムっていう観点でお二人のお話をお伺いしたいんですけれども、小島さんはどんな感じのものを持ってますか、エコシステムというテーマで。そうですね、まず、非常に喜ばしいことだと開発者にとってですね考えているんですけども、前はまあマイクロソフトさんならマイクロソフトさんだけでもう全部の環境を抱え込みで Windows でとか .NET も Windows でとか言語もまあ Windows 基本で開発しましょうっていう感じだったのが、今はいろんなところがこの WebAssembly っていう標準化がなされたものによってこれでまあ結びついていくのかなっていう気はしています。非常に楽しみな技術で、まあ、今までお話がありましたけど、さまざまな言語からこう開発できますよと。だから C シャープだけじゃないし、まあ、C シャープもあるしっていうことで言うと、さまざまなライブラリーがこれからは、まあ、ウェブ上のライブラリーもそうですけども、それだけじゃなくて、さまざまなライブラリーをお互いにですね、使って、まあ、Linux でも、まあ、もちろん Windows でもっていう形に
なっていくのかなっていう。で、この WebAssembly が動く環境っていうのが、WSI みたいな環境が、どん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 いろんな OS で、実現、今されてきてると思うんですけども、されていけば作ったものがお互いにこう動く。で、閉じた世界じゃなくてですね、さまざまなこうベンダー間でいろんなものが共有されていくような、一緒に動くような時代になっていくのかなっていうふうに、かなり楽しみに感じています。そうですね。高木さんどうですかね。そうですね、エコシステムとしては最初に Docker コンテナが出てきたときに、うん、これで見えない部分のコード、コンソールとかでも使えるライブラリー部分のベースっていうのは共通化できるんだなっていう時代が来たなっていうのを感じたんですね。ただその時にはフロントエンドになるグラフィカルな部分っていうのは各 OS ごとにバラバラだったので、でこれが WebAssembly の世界で GUI の部分にも共通化ができるようになったっていうのが多分一番大きいなと思ってるんですよ、はい、でまだまだグラフにしたいものとか動的に変わる絵のデータが欲しい、動画ではなくて動的に変わる絵のデータが欲しいっていうのはいっぱいある世界なので、どうしてもテキストだけではないっていう世界になると、そういった GUI の共通化っていうのはやっぱりこう大きいんだろうなと。でおそらくまあここから10年とか15年とかっていうちょっと長いスパンでじわじわとデスクトップの世界も WebAssembly とかの格好になっていって、ブラウザーベースでいろんなことが動いていくっていうふうになるのかなっていうのは感じてます、うん。なるほどね、ブラウザーで動くものと、あ、すいません、ブラウザーとデスクトップで共通のものが動かせるっていうのはもっと進むかもしれないですね。同じコードで、同じソースコードでっていうのが、ね、なんだったら同じバイナリーでっていう、多分同じバイナリーでって世界来るんじゃないかなと思ってて、うん、で今 C++ プラプラの世界って、はい、実際に LLVM に吐き出すクランとかがあるんですよね。でもそっちでコード書いて、で、非 GUI のコンソールのアプリに関してはもう本当に中間コード的なものが出来上がって Linux でも動くし Windows でも動くしっていう世界になってきてるので、うん、それが WebAssembly があることで GUI の世界にも来てるっていうのがやっぱりエコシステムとしては大きいなと思ってて、で、はい、あとはクライアントに付属のハードウェアですね。例えばプリンターだったりカメラだったりっていう、はいはい、そういう部分がこうどうやって共通項として使えるようになってくるのかっていうところが、はい、今まだ残ってる世界なんですよね、はいはいはい、その部分がまた共通化されてくるとエコシステムとしては本当にOS に依存しない世界っていうのが出てくるんだろうなって気はしますね、うん、そうですね、そうですね、 OS そのものがドライバーになってしまうっていう時代、はいはいはい、はい、結局例えばただのストレージ、あとネットワーク、それから、その上になんかミドルウェアとしての OS があって、OS があるっていう、それを意識せずに同じコードで WebAssembly で、その UI を構成できていくっていうような、そんな感じのイメージですかね。うん、で配布は多分コンテナパッケージがポンといくっていう、はいはいはい、なんかあれですね、クラウドっぽいですね。多分そうなっていくんじゃないかなって気はしますよ、ね、ですよね。だからそういう意味で言うと、クラウドの、クラウドネイティブなプログラミングっていうのと、デスクトップでいうネイティブな、アプリケーションの作り方っていうのが、ほぼ同じになってくる、まあ、似通ってくるのかなっていうようなイメージですよね。なんかそういうようなイメージですよね。だからデザインだったらデザインに特化した方がいらっしゃって、ネットワークだったらネットワークに特化した方がいらっしゃってみたいな感じですね。うん、ハードウェアももしかしたら WebAssembly に寄せてくる可能性もあるのかなと思ってるので、WebAssembly をネイティブに実行できる。はいはい。Chrome OS みたいな世界。そうですね、今、Chrome OS は事実上そうなんですよね。はいはいはい、うん。こういう時代になったら面白いなとは思っています。あ、面白いですね。まあ、そんな感じで、まあ、そろそろお時間なんで、はい、まだまだお話いっぱいお聞きしたい。ところはあるんですけれども、お時間になってしまって、なかなか深い話なのでね、この WebAssembly の話はね、まあ、だそういう意味で言うと、もうちょっとお話したかったんですが、まあ、皆さんいろんなアンケートとかに、お答えしていただいて、ご意見なんかがあれば、そのままアンケートの方に、
回答していただければというふうに思っております。それでは私たちの話はこれにて、終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。